はい皆さんどうも MT チャンネルの MT です。前回の動画について合同試験演習をもう一問解いていきたいと思います。えー、問題はこちら全ての整数 n に対して5分の n の5乗マイナス2分の n の4乗プラス3分の n の3乗マイナス30分の n という、まあ、結構大変な多項式がいつでも整数になるということを証明してください。という問題です。でこれは、えっとまあ、いきなりやっていってしまいますけど、えっと、ちょっと分数があるから嫌なんですよね。まあ、これちょっと fn とか開きましょう。 fn が整数であるということの必要かつ十分条件が30倍してしまいましょうそうすると6の n の5乗まあ30の fn ですねマイナスえっと 30fn と書いておきましょうか、えっと、6の n の5乗マイナス 15n の4乗プラス10の n の3乗マイナス n が30の倍数ということに対応します。 まあ俗にこう 30n とかも書く 30z とも書きますけどまあこんな感じですそうすると 30fn まあまああ同じ規格のちょっと面倒なんですけどまあ書きましょう 15n の4乗プラス10の n の3乗マイナス n というのがえっとあ30というのが 2×6530 だ,だから 2×3×5 なので,でこれ全部互いにしたので2で割って03で割って0 えっと、5で割って0ということが言えたらいいんですね。まあ、ちょっと変な書き方してますけど、まあ、こんな感じです。2で割って0、3で割って0、5で割って0ということが言えたらゴールですね。さてこれを示していきましょう。まず一つ目が、えっと、6の n 乗マイナス 15n の4乗プラス10の n の3乗マイナス n というのを2で見ていくとえっと あえっと、どうしてここでいきなり合同式を使えるかというとこれ全部 n 整数ですかこれ全部整数なんですねで整数に対して合同式とを使っているという感じですまあ有理数このままだと有理数なんでそのままでは合同式は使えないということですね、まあ、多項式としての合同式は使えますが、まあ、整数を今見ていきたいので整数に直してそして合同式を使っているという感じですで30というのが235なので235に分けようという話ですねで合同式方が2で見ると、まあ、まず、えっと、ここは消えて えっと、15というのが1ですから n の4乗マイナス n なんですがフェルマーの小定理を使ってもいいですし、えっと、使わなくてもすぐにこうなることが分かりますつまり n の4乗は n と等しいんですね0だったら01だったら1なので等しいんですねでフェルマーの小定理としてあの素数2として取れば n の2乗が2というのが分かるので n の2乗が n に戻るということが分かるので、まあ、n の3乗であろうと なんだろうと1、えー、時に戻るということがすぐ分かるわけです。こ、まあ、これはをを下げていいということとうう思わけです次ほうがさんのところでは 6n の,の5乗マイナス 15n の4乗プラス 10n の,の3乗マイナス n というのが方算で見るとまずここが消えてそうするとここが n の3乗マイナス n になります。そうするとやはり同じようにフェルマーの小定理から、えー、と n, n の3乗が n になって0になる。 とということですねでフェルマンの小定理はやはり使いたくなければ0の時 n, の、えっと、n として01-1というのがモード3の中ではあるわけですけど n の3乗というのが01-1になるということですね、まあ、2だと思ったら8で8というのは、えっと、-2 ですからね、まあ、そういうふうに見てもいいですこの辺だったら別にあのフェルマンの小定理を使いたくないというよりかは、まあ、こういうふうに地道な経験がある方が多分いいだろうとは思いますけれども、まあ、こんな風にして言うことができますで3つ目、えっと モー,ド5ですね、モード5で見ると6の n の5乗、まあ、この辺ちょっと邪魔なんで消します、えっと、5乗マイナス 15n の4乗プラス10の n の3乗マイナス n というのがモード5で見るとここが今度は消えるんですねうまいこと消えますね端左端右端っていう感じでそうすると n の5乗マイナス n になります6というのが1ですからねそうするともうこれはフェルマの保証定率知ってる方がよっぽど 数字がよくてこんな感じですねというかまあこういうふうに問題を作られたんだなという感じもしてくるわけです。まあ、フェルマーの所定理使わないでももちろんこれは証明できるわけでもうおなじみですけど01234でこれマイナス1のマイナス2ですから01えっ、ー、と2人が442が88に16で12人が442が88いや、えー、と2の5乗なんですけど。 4×4×2 という感じで16で、えっと、モド5で見てるとこれ1ですから2って感じですねで同じようにマイナス2の場合、えっと、マ,イマイナスを外に出しておけばこれマイナスこれをこの事実使えばマイナスの5乗と2の5乗なんで,でこっちもマイナス1をままですねという感じで考えることもできますはいというわけで、えー 入れたんですね。この最後のところが2で割って03で割って05で割って0ということが分かったので最終的に30の倍数すなわちもともと整数であるということが証明できたわけです。はい、というわけでいかがだったでしょうかこの動画が面白かったと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またコメントアドバイスを受け付けておるので是非ともよろしくお願いします。では次の動画もご覧ください。さようなら。